菅沼道明です。今回のハイテクドラム講座はですね、スリップアプローチということで、このスリップというのはリズムパターンをこう前後にスリップ移動させる、ビートの位置を移動させるというアプローチで、前回のメトリックモジュレーションと同じように、ある種のこうリズムトリックというか、そういったふうに取られることが多いんですけれども、使い方によってはリズム その可能性を広げてくれるアプローチでもあります。でまず、そのどういったものかというのが分かりやすく説明されているのがこの EX1 番で、これは8ビートの、ちょっとゴーストノートの入ったような8ビートの、パターンなんですけれども、これを8分音符1個分後ろにずらしたり前にずらしたり、ただ4拍はしっかりキープしながらでまた元に戻ってくるというような形のスリップアプローチですね。ではこれをやってみましょう。次に EX2 番なんですが、これは基本となるリズムパターンにバスドラムの16ビートが入ってくると、16分音符ですね。でこの形も同じようにスリップするんですけれども、8ビートの場合と違って今回の場合は16分音符1個分でスリップさせたパターンも出てきます。でそうすることによって本来あるリズムの形がこうちょっと違った展開の聞こえ方になるということなんですけれども、これはリズムパターンを丸々そっくりスリップさせるんではなく、8分音符のこのハイハットで刻んでるリズムはそのままキープします。でその他ですね、バスドラム、スネアドラム、これがそのままスリップした形になってまた戻ってくる、こういったアプローチですね。ではやってみましょう。次に、EX3 番ですね。でこのアプローチは今の EX2 とは違って、ハイハットも全体的にスリップしたアプローチで、さらに4小節の中でスリップを繰り返していく形ですね。なのでまた元に戻るんではなく、そのスリップした状態からさらにスリップしていく、そうするとある種の変拍子のようにも聞こえる形ではあるんですけれども、このスリップアプローチというのはパターンごとこうスリップさせると、すごくその変拍子的な感覚が出てきますね。ただそのこういったアプローチっていうのはある種の危険性もはらんでるというか、その本人は四分音符でずっと4拍をキープしてる
ですけれども、その見かけ上のリズムというのは変拍子的にこう断層のようにこう変化していくので、使い方はすごく難しいアプローチであるんですけれども、これは元になっているのはビニー・カリュタが自分のアルバムの中でやっているアプローチに、まあ、ちょっと似せた形なんで、こういったものも曲の中で実際に使われているということなんですね。なので、まあ、こういったアプローチというのも聴いているとどんどんずれていく感覚にはなるんですけれども、まあ、曲の一部として用いることもできるアプローチでもあるということですね。じゃあこれをやってみましょう。では EX4 番ですね。でここではそのスリップアプローチ、さっき変拍子という変拍子のように聞こえるという説明もしましたけれども、それをもうちょっとこう違った見方をしていくと、リズムパターンの奇数割りの考え方と合致してくるわけですね。で以前にやった奇数割りっていうのはもう皆さんその内容っていうのはねある程度把握はしているとは思うんですけれども、ここでは7つ割りのリズムパターンだったり9つ割りのリズムパターン、つまり7つ割りというのは、まあ、2拍で換算すると16分音符が8つ入るわけですね。でその8つで進行していくとリズムパターンというのは一定のバックビートをキープできるんですけれども、その8つので進んでいく安定したリズムパターンのところを16分音符1つ削って7つでパターンが進行するように作ったのがこのパターンですね。でもう一つの9つ割りの方は今度は1つ16分音符増やして8つで進行していくところを9つ1個増やして9つで進行していくように、でさらにここではリズムパターンが16分音符のスネアとハイハットのコンビネーションになっていて、でこっちのアクセントは実は3つ割りになってるんですね。なので9つ割り3つ割りっていうのが出てくるんですけども、4分の4拍子はそのままキープされていくと、非常に不思議なアプローチに聞こえると思います。ではやってみましょう。次に EX の5番ですね。でこれは今度は3連符を使ったリズムパターン、つまりシャッフルリズムですね。シャッフルのリズムを使ってスリップさせたパターンの一例ですね。で A の方は途中で3連符1つ分スリップして、でそのままリズムが続いていく形で、でまたシンコペーションして戻ってくるという流れになったアプローチですね。で3連符のこうしたリズムの場合も、まあ、スリップさせることができるんですけれども、非常にそのある種すごくトリッキーな聞こえ方になってくると思うので、これも元になっているパターンをそのままスリップさせた形になっているので、この四部で刻んでいるリズムが途中から3連符の2つ目に変化します。だからチッ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 、ウチ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 っていう風にスリップした形でまた戻ってくるっていう形ですね。
で B の方は先ほどの奇数割の考え方を使ったもので、まあスリップをさせながらその奇数で割られていく。でここでは3連符の5つ割りという形になっています。なのでこの3連符の5つ割りの形が途中から始まっていって、でまた元に戻ると普通のシャッフルビートに変化するという形ですね。ではやってみましょう。では最後 EX6 番ですね。でこれはスリップのアプローチの、まあ、一つの考え方というか一つ の, その応用の仕方というところで、まあ、考えてみたものなんですが、パターン全体的にスリップさせるというのが今までここまで の, 流れ の, 中で出てきたアプローチなんですけれども、ここでは例えばハイハットだけとかバスドラムだけスリップさせる、で全体的なリズムの枠組みはそのままキープしていくというようなアプローチですね。でこれは実際に例えばヒップホップ系だったりそういったまあちょっとこう打ち込み的なリズムをこう実際のドラムで演奏する時なんかによく使われたりします。なのでまあここではこう跳ねたリズムですね、バウンスしたリズムを使って、で6連符1個分ずらすような形のアプローチになってます。なのでそれがまあちょっとずれる感じになるんで、これがちょっとフラム的なこうずれ方になるんですね。でそれがまあ例えばその打ち込みでリズムを作っていくときにちょっとこうずれたような、人間がこう生のドラムではなかなか出てこないようなリズム感っていうのをこれによって出すことができたりします。ではこれやってみましょう。